スくん、はい、はい、はい、ナイスピッチです。写真撮ってるからちょっと待ってて。家族写真ね。この2人でヒーローは初めてじゃない？初っす。どうです、マジ僕の時全然投げない。よかったな、なんかこの並びよく見るけど。よかったっすわ、一緒にリハビリやってたから。なあ、長いリハビリ期間をね、立ち回りずっとしながらやってたな。聞いてな。なるほど、よく見たな、この並びな。コロナ時間だけどね、一緒に差し合わせて。いやー、よかったよかった。下で、3人で写真撮ります。うん、下で8連勝強いよ、最後の締め方むずいわ、ちょっとあれ。ちょっとうずうずと0点、あんまみんななんか気づいてなかったけどな、ね、入れ込みすぎた。今回も入れたかったのに。どんな投球しますかって言われたから、ぶっ込めんかった。そこは無視していかない。はい、夏でーす。はい、ナイス。はい、シルトン。はい、シルトン。じゃあ3人で。マッチ。はい、行きます。
OK、ナイスヒーロー。はい、ナイスヒーロー。ストラトン。ストラトン。ストラトン。スローン、スローン。スローン。2つ目、2つ目。スローン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 。めっちゃ恥ずかしがって。2人でもトーラの英語なんでずっと2人で聞いてる。いや、何言ってるのかな。英語聞いても分かんないだろうと思いながら。いや、まあまあ、いや、勉強になるか。頭に入れない。ある程度は分かったっすよ。自分が通訳で手助け。日本語分かってるかどうかも怪しい。トーラさんやばい。はい、ナイスゲーム。ナイスピッチです。ポケトークあるから大丈夫。ポケトークあるから大丈夫。ポケトークあるから今。トーラ、トーラ、トーラ。本当ラストチャンスっていう思いが今年はすごいあったんで。木浪聖也がプロ野球人生をかけ挑む。自分の持ってるものは一回捨てて、もう新しい自分になる。人知れず積み重ねてきた努力。木浪聖也が示す新たな自分。タイガースインサイド、トラテレで配信中。